メルセデスベンツ 190E-C1 はメルセデスベンツが1993年のドイツツーリングカー選手権参戦用に開発、製作したレーシングカーである。メルセデスベンツ 190E2.5 から16エボリューション2メルセデスベンツは1986年から 190E で DTM に本格参戦を開始。1991年に初めて マニファクチャラータイトルを獲得し、1992年にはドライバー、マニファクチャラーの2冠を獲得した。メルセデスは1993年シーズンから C クラスをベースとしたクラス1マシンを DTM で使用する予定でいた。しかし、1992年シーズン途中でアウディが撤退、シーズン終了後には BMW も DTM からの撤退を決めた。 主要エントラントの撤退によって1993年の DTM が開催中止になる可能性があったため、メルセデスは DTM 仕様の C クラスの開発を凍結した。その後、1992年に DTM への参戦計画を明らかにしていたアルファロメオが参戦を発表し、メルセデスも参戦継続を決めた。だが、 C クラスの開発は1993年シーズンには間に合わず、メルセデスは1992年まで使用していた 190E2.5 から16エボリューション2をクラス1使用にモディファイした 190E-C1 で1993年シーズンを戦うことになった。190E-C1 は主に 190E2.5 から16エボリューション2の空力を クラス1仕様にモディファイしたマシンである。クラス1レギュレーションでは、フロントハブより下のみ、空力のモディファイが認められており 190E-C1 もこの部分に、空力的改良を行ったほか、190E2.5 から16エボリューション2のリアスポイラーを廃し、リアウィングを装備している。 この空力もディファイによって車幅は 190E2.5 から16エボリューション2から 51mm 拡大した。エンジンは 190E2.5 から16エボリューション2と同じ M102E25 にだが、マスの集中化のため搭載位置をマシン中央部に寄せ、アルファロメオとは異なり、予選用エンジンも用意された。ABS、ステアリング、ブレーキのパワーアシスト、 エアバッグが装備された、ステアリングなどは 190E2.5 から16、エボリューション2から引き継いでいる。メルセデスは、トラクションコントロールシステムを、ノンタイトル戦のドニントンで、シュナイダー車に装備し、第1レースで4位、第2レースで3位に入賞した。当時の F1 では、エンジンのカットオフによって駆動力を制御するのが一般的であったが、メルセデスは、ブレーキと、 トランスミッションで 190E-C1 の駆動力を制御していた。またシーズン中、ライドハイトコントロールと故障していたオシュナイダーをテストドライバーとして開発し、第7戦ディープホルツでシュナイダー車で実戦投入した。シュナイダーは同レースでポールポジションを獲得、第1レースで2位に入った。1993年 190E-C1 は、 AMG の4名、ザクスピードの2名のドライバーが使用した。190E、C1 は、開幕戦ゾルダーでデビューした。第1戦では、クラウス・レドビック、ベルント・シュナイダーのみが使用した。第2戦ホッケンハイムでは、アルファロメオのタイヤトラブルにも助けられてシュナイダーが第1レース、第2レースとも優勝し 190E、C1 に初勝利をもたらした。シーズン中盤には、 ルドビック、シュナイダー以外のドライバーにも 190E、C1 が用意されるようになり、190E、C1 はシーズン7勝を挙げたが、クラス1使用者として開発、製作された、アルファロメオ 155V6Ti にはかなわず、ドライバー、マニファクチャラーともアルファロメオ2タイトルを奪われることになった。メルセデス J では3章を挙げたローランドアッシュが、ランキングに。 同じく3勝のシュナイダーが3位。前年度チャンピオンのルドビックは1勝を挙げ4位だった。1994年にはプライベーターが190位、C1 を使用した。ありがとうございます。